皆さんごきげんよう、小島です。今回はですね、日本アライナー矯正歯科研究会2020年バードのスピーカーにですね、皆さんもご存知だと思います、もうご有名な先生、ミッド G の顧問であってエムズ歯科クリニックの理事長でやらせられる新井先生にご登壇いただきます。新井先生、今回はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生はですね、本当に多くのご活躍をされていらっしゃる先生で、幅広く治療もされてますし、ご講演もされていらっしゃる先生なんですが、今回アライナー矯正のことでですね、我々の研究会でご講演していただく内容のちょっと軽く触りを教えていただけたらと思うんですけども、先生よろしいでしょうか。はい、わかりました。私はアライナー矯正を始めて、数年です。で、ご存知の通り僕は GP なので、今までは矯正は専門医の先生にお願いしてインプラントを中心に臨床を行ってきました。ただ今回ですね、もうアライナーの進歩がやっぱり目覚ましくて、でグローバルの例えば IDS なんかの、シンポジウムやデンタルショーを見てるとですね、やっぱりそのブースが年々大きくなってですね、毎回毎回ですね、とそういうグローバルの進み方を見ると、やはりこれはちゃんと勉強してやっていかないといけないんじゃないかということで、数年前から取り組んだ結果、例えば僕の視点から見るマルチブラケットの違いとか、じゃあ GP がアライナー矯正を取り入れたら、どういう住み分けがクリニックの中で起きるのか、マルチブラケットとアライナーで、プラスじゃあインビザラインがとても有名で、先進的でその分野を引っ張ってますけれども、僕は例えば他のアライナーにも興味を持って、今はプライムスキャン、セレックを中心に臨床を組み立てているものですから、セレックを使ってできるシュアスマイルというアライナー矯正に取り組んでます。なので僕の視点から見た、まだ数少ない臨床例ですけれども、インビザラインとシュアスマイルがどう違うのか、でどっちがどういう優位性を持ってて、今後どういう未来を感じさせてくれるのかということについて、短い時間ですけどご紹介させてもらえればと思います。はい、先生のお話めちゃめちゃ面白そうですよね。いや、とんでもないです。先生ほどではないです。いや、僕はっきり言うとですね、本当にこうインターディシプリナリーの重要性ってすごく重要で、はい、で強制でフィニッシュするということができるのって本当若年の方に限られてくると思うんですね、はい、なので、はい、やはりその摩耗があったり、あと補鉄が入っていったり、補鉄がある場合は矯正が終わった後に最後再補鉄をしないといけなかったりとかね、はい、そういうのも含めて、はい、先生方のようにこうご経験があって、さまざまなそのやっぱりこう海外を見て、でさらに治療のその範囲もかなり広い先生方がですね、はい、ライナー矯正をどういうふうに臨床を使ってるかっていうのが、はい、参加される先生にもすごく興味があると思いますんで、はい、もう僕もすごく楽しみにしてますんで、先生よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今回は新井先生にご登壇いただきます。先生方、皆さんお楽しみにしてください。先生お忙しい中お時間いただきましてありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございました。楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。